はい、皆さんこんにちは、ちでございます。フォールアウト3アクトですね、やっていきましょう。あー、なんかあそこにいるね。ヤオ具合だな、あれヤオ具合だね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、スナイパーいけるのかな。うわ、ヘッドショット？ん？うお、ば、高所になったよ。隠れておこう。隠れておこう。おお、だいぶ減ってるわ。ちょっと待って。バレたの？え？全部スカってる。おお、最初の一発、最初の一回当たったけど、残りの3回全部スカったね。恐ろしい。さあ、で、私はどこ行くつもりなの、そもそも。あ、こっちに向いてる。あ、リベットシティに対してアナコスティア交差点、何するつもり。歴史博物館の中のアンダーワールドでライリーを見つける。浄化プロジェクトで父親リベートしてから、あ、奴隷として連れて帰る。あー、どうしよう。そうだね、じゃあとりあえずリベットシティかな。え、でもちょっとブラブラしようかなっていうのを言ってたと思うね。私今パラダイスから、もうパラダイスの住人になろうとしてるんでね。そうね、ちょっとぐるっと回っていってもいいんだけど、ああ、あとあれだね、寝込みを襲える、寝込みを襲撃するあれがあるんで、パークがあるんで、ちょっとそれもお見せしないといけないね。あ、やっぱリベートして向かおうかな、向かっちゃおうかな。こっちなんもないのかな。いや、あ、ないか。ちょっともうちょっと走ってみましょう。あ、ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさいね。ね、よいしょ、ちょっとごめんなさい、よいしょ。立ち上げてちゃダメなものを立ち上げてました、ごめんなさい。で、ダメではないんですけど、明らかにこの PC のスペックを吸うてしまうね。これやっぱり、これほんと3万円のノート PC でやってるからね。あのキャプチャーをね。ほんとに、なあ、もうほんとね、まあ会社のものを私物化してんだけどね。まあ会社と言いましてもあれなんですけどね、企業っていう感じじゃないんですけど、まあね、会社から Windows 8になれなよって言われたんですよね。まあその頃私 XP しか使ってませんでしたから、君もそろそろ Windows 8になれるべきなんじゃないのかと言って会社が買ってくれたんですけどね、仕事ができるパソコンじゃなかったです。もう全然動かない。もうだから何使うのって言ったら、もうこういうことにしか使えないんだよね。すごかったですよね、これね。もう何するのもね、ハードディスク、メモリがちっちゃいんでね、ハードディスクにすぐスワップしちゃうんで、常にハードディスク 100% ですからね、ぶっ壊れるよ、これってね。もういずれぶっ壊れんじゃないのと思ったら、まあ、ハードディスクの一部が壊れてんですけどね。だもんで、そこに昔までやら始めた頃にね、気づいたんですけど、このパソコン使ってね、その領域に書き込みが始まると、ログが止まるんですよね。っていう事象があったっていうね。で、そこを避けるようにしましたけど、あ、何かいる。あ、レイダーさんだ。レイダーさんか、ん？嫌な感じがしたんだけど、今すごい音したよね。ビシッ。おお、なんだ？どっから来てる？あ、バレてたか。わお。やばいね。とう、よいしょ。どうしよう。わあ、わあわあわあわわ。とりあえず隠れるか。隠れて、おお、隠れてやり過ごそう。
ショットガン、あ、ショットガンだね。どっち来る？あ、来てんね。ここって来たとこドカーンっていくよ。え、遠いとこから来やがった。ダメだよそんなの。もっとそんな遠いとこから来ちゃダメじゃないか。うわー、あんなとこまで走ってる。さすがにミサイルはまずいな。ほら、やばいじゃない。これは遠いな、ちょっと。どうしようかな。あ、殴りじゃない。あ、それでもない。よし、やっぱ近寄るか。一撃。うわー、とんでもないのいるわ。スナイパーライフル使おうか。32口径。ピンスパイカーもういらないか。どこだい？私あれ外したんだね。このスニーキング、バレてたとこ見るとね。これうわ、バレた。おお、直撃。よしな。いや違うよ、それだ。おお、医者を呼べ、流血患者だ。よっしゃびっくりしたわ。ミサイル、ランチャーはいらないね。さあここでちょっとね、いや、びっくりしちゃった。コンバットアーマーもうフラフラだもんね。スティームパック、いやこっちだね。スティームパックを使っちゃいましょうか。で、アイテムで、スティムパックを直接使う。ヤオグアイの肉ね。もう一個、血液パック。あ、これじゃ回復しないな。スティムパック一発入れよう。あ、びっくりした。ほんとほんとびっくりしちゃった。ミサイルランチャーいらないわね。ほんとさすがの私もミサイルにはね、ミサイルには弱いからね、いくら頑丈でもね。この辺なんもないのかな。さすがにびっくりしちゃった。なんかないかな。なんか建物があるね。でも入れないっぽいね。あ、ちょっと水グビグビ飲むか。水グビグビ、あ、なんかあるわ。扉があるね。いやいやいや、ほんとびっくりしちゃった。カーディーラー、カーディーラーね。あ、前も入った気がするぞ、ここ。ねー、ローカルマップ、あ、入ってない。こんなとこにベッドがあるとは思えない。なんか動いてる音はしてるね。汚れた本、あれ前来なかったかな。来た気がするんだけどね。ああ、弾薬じゃないか。あ、でもこんなもの置いてるのは私来てないのかな。あったら大抵下ろすもんね、こういうのはね。はい、焼け焦げた本。あ、そうだ、この場で言っても仕方ないんだけどね、イースオリジンをねやり始めたので、フォールアウト3が、いやじゃなくてスカイリムがね、とりあえずしばらくの間お休みいただくことになりますね。全然、あ、ここ来てないわ。で、フォールアウト3はね、ちょっとしばらく続けようとは思うんですけども、っていうとこですね。まあ、イースがね、やっぱり噂通りなかなか、
敵強いです。特にボスがね、ボスがあんなに動くとは思わなかった。あー、なかなかでしたね。で、これだけ上に登ることもなく、あー、ぶち抜いてるね。じゃあこれだけか。来てたのかな。爆発すんのかなこれ。よいしょ、こっちかな。おお、爆発するわ。キャー、かっこいい。うわダメージ食らっちゃった。うわー、すごいね。出てっちゃおう。いっぺんメガトンに帰った方がいいかな。あ、こっち何か見つけてないね、まだね。あ、そうだ、水飲もうって言ってたんだね。ここ水あるんじゃない？給水塔だもんね。あ、ベリーイージーね。はい、何もしなくて開きます。あったあった。これラードどれぐらい？720で7か。あ、なんじゃ、もうグビグビいくよ。うわー、ガンガン増えるね。はい、行きましたよと、ういーいう感じですね。さて、あやう具合の副作用がね、切れました。よいしょ。さあ、ここに何かあるんじゃないの？あ、夕方になってきましたか。あ、レイダーさん、うわー、2匹いるね。どうしよう、スナイプしてみようか。なんかハマってきちゃったね最近。スナイパーライフルが。いった。これもっと角度上げれないのかな。あ、手ぶれがすごいね。おっ、あ、やっつけた。一撃で一撃でやっつけましたね。あ、外しちゃった外しちゃった。当たらなかった。ダメだ、これ以上使っちゃダメだ。これ以上はあの住民のために残しておかないと。当たるかな。飛んできもしないね、弾がね。さあ、それか後ろからスコーンとやっちゃおうか。なんもないところだね、ここあまりよろしくない。なるべく後ろから近寄って、 あそこずっとうろちょいしてんだね。こっから撃てるかな。いや、なるべく当たりやすい方がいいね。ここだね。外した。隠れといて、で、あ、隠れといて、これかな。こいつで足打って逃げれないとこ、逃げれなくなったところを殴るとか。お、やり合ってる。なんだい、向こうでやり合ってんだね。届くかな。全然ダメだね。お、こっち向いた。なんかやり合ってるように見えんだけど、これ AP 結構使うんだよね、この弾はね。あー、当たるかな。当たんないね。
どうしようかな。あ、ステルスが成功しましたよ。ささ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 っと。あ、いた。さあどうしましょうかね。後ろから殴っちゃおうか。よいしょよいしょ。バレてない。あ、ここでバレたか。白くなるぜ。どうよ。あらまあ、笑っちゃダメなんだけどね。ん？中国語のアサルトライフルじゃなかった。たまたまハンティングライフルはいらないね。でもう一人ここでやっつけたのはここにいたのね。わあ、なんもないわ。アークライトか。あ、ここにも水があった。この水の方が良かったんだね。あ、ラード4でヒットポイント24だもんね。ラード7でヒットポイント20の回復だったからね。さて、あら、何かあるかなと思ったけどないね。じゃあどうしましょう。リベットシティまで行っちゃおうかな。あ、でももうちょっとまっすぐ行きたいね。というわけでね、この辺で終わっておきましょう。フォールアウト3終わっておきます。どうもありがとうございました。